人類最大の謎とされる宇宙の起源。宇宙はビッグバンによって誕生したと教わった方も多いかと思います。しかしビッグバンによって何かが起こったということは分かっていますけど、それが何なのかまでは分からないというのが科学の現状です。そんな宇宙創生の謎を解明しようとしているのがセルン。セルンとはスイスとフランスの国境地帯にある世界最大規模の素粒子物理学の研究所です。表向きは世界中から著名な科学者が集まり、宇宙の起源についての研究が日々進められているとされていますが、実は黒い噂の絶えない施設でもあります。宇宙の起源を突き止めるための実験は、地球は愚か宇宙をも破壊する可能性を秘めているからです。宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士は、セルンの実験は全てを飲み込むブラックホールを発生させる恐れがあると警告していました。一体セルンではどんな実験が行われているのか、そして施設に関する不可解な謎についても掘り下げていきましょう。動画の後半ではセルンと同じような施設を2030年頃に日本の岩手県で稼働させようと試みる ILC 計画についても解説していきます。はじめにセルンではどんな実験が行われているのか。セルンの地下100メートルには世界最大のハドロン衝突型加速器、通称 LHC があります。 LHC は 27km にもなる円形のパイプで、中は真空状態になっています。このパイプの中で陽子という肉眼では見えない粒子を光の速さに近い速度でぶつけるというのがセルンで行っている実験です。意外とシンプルですよね。陽子同士をぶつけ合った際、当然ながら陽子は粉々に壊れます。その壊れた時の様子を観察することで、陽子が何でできているのか、さらには高エネルギーの陽子がぶつかることでそこで何が起こっているのかを調査しているのです。この高エネルギーの陽子をぶつけるというのが宇宙で起こったビッグバンを再現している状態です。要はセルンの実験ではミニビッグバンを意図的に起こしているということですね。この実験によって2012年、神の粒子と呼ばれるヒックス粒子を発見したことで話題になりました。ヒックス粒子とは1964年にイギリスの理論物理学者ピーター・ヒックス博士によって存在が予測されていた、この世の万物に質量を与えたとされる粒子です。僕らが感じている重さの起源ということになります。これだけ言われても僕ら一般人からしたらヒックス粒子の発見の凄さがいまいちピンときませんよね。重さの起源を発見したから何みたいな。長い歴史の中で築いてきた素粒子理論はヒックス粒子ありきで話が進んでいました。ヒックス粒子を含め科学の分野って観測はできてないけど存在は予測できるというものがたくさんあるんですよね。でも実際に存在を観測しないことには机上の空論を語っているに過ぎません。だから科学者たちは意地でもヒックス粒子を見つける必要があったのです。そして実際にヒックス粒子が発見され予測が現実になったことで、素粒子物理学の研究は次のフェーズへ進めるようになりました。さらにビッグバンによってなぜ質量が生まれたのかといった宇宙の起源に関する研究も一歩前進したのです。こうした実績を聞くと、セルンは研究施設として真っ当なことをしているようにも思えますよね。しかし冒頭でも言ったように、この実験には大きなリスクもはらんでいます。量子物理学の世界では無限の多次元世界、つまりパラレルワールドが存在するとされています。そしてセルンでもパラレルワールドの存在を解明するための実験が行われているのです。先ほどセルンではミニビッグバンを再現していると解説しましたが、同時にマイクロブラックホールの生成実験も行っています。ブラックホールとパラレルワールドの関係を解説するとちょっと長くなりすぎちゃうんで、目的だけざっくり言うと、ブラックホールの生成に成功すれば理論上存在しているとされる4次元以上のパラレルワールドの存在を証明できるというものです。しかし皆さん知っての通り、ブラックホールは何でも吸い込んじゃうやばいやつなので、ブラックホールの生成に成功したら地球もろとも飲み込まれてみたいな SF 的終末を予想しちゃいますよね。こういったセルンの実験に対してはスティーブン・ホーキング博士をはじめとした多くの科学者が警鐘を鳴らしています。宇宙を崩壊させる恐れがある
ット。しかしセルンはこういった意見に対し反論を行っています。セルンで行う衝突実験は地球がこれまでに何十万回と経験してきたことを再現しているだけに過ぎないと。さらにアメリカメリーランド大学の天文学者マッシモリコって博士もマイクロブラックホールは非常に小さいため重力で原子を飲み込む可能性は極めて低いだろうと安全性を主張しています。実際にブラックホールができる可能性はあるけどできたとしてもすぐに消えてしまうそうです。とはいえ万が一でも可能性があるというのは怖すぎますよね。パラレルワールドの解明ってワクワクしますけどそれで地球を犠牲にしちゃったら意味ないですからね。もしパラレルワールドの詳しい仕組みを知りたいという方は以前挙げた動画にまとめているのでそちらを見てみてください。そしてセルンが不信感を持たれる理由はその実験内容だけではありません。2016年4月、 LHC を稼働させた15分後にバヌアツ共和国マルクラ島でマグニチュード7の地震が発生、運転を停止するという出来事がありました。これにより世界中の科学者がセルンと巨大地震の相関関係を指摘しています。 LHC 内で発生する強烈な磁気振動が地球の磁場に影響を及ぼし地震を招く可能性があると。2010年に発生したチリ地震もセルンが関与している可能性があると指摘されています。そして地震から2ヶ月後の6月、 LHC 稼働直後今度は上空に巨大な積乱雲が出現、近隣一帯で停電も起こり地元住民の間で異次元の扉が開いたとして騒ぎになりました。これだけセルンと不可解な自然現象がつながるってすごいですよね。さらにセルンに関するある動画も話題になりました。セルン内部の広場で黒いローブに身を包んだ8人の物理学者が女性をナイフで刺し神に捧げるといった悪魔崇拝の儀式をしている動画が YouTube に投稿されたのです。この動画が投稿された2016年当時はフェイク動画なんじゃないかという意見も多かったんですけど、セルンが公式にこの動画はセルンの敷地内で行われたことで間違いないと表明したのです。しかしこれはあくまで儀式のふりをしたおふざけに過ぎないとも語っています。セルンには多くの国籍の研究者がいるためその中にユーモアの度が過ぎてしまった人物が混ざっていたのかもしれないと。まあ天才の集まる施設なのでぶっ飛んだことをする人がいてもおかしくないですが、なんか怪しんじゃいますよね。こういったこともありセルンは悪魔崇拝を行う組織なのではないかという噂が瞬く間に広がります。セルンが建設された場所というのはローマ時代破壊神アポリオンに捧げられた町であったためアポリアカムと呼ばれていました。アポリアカムは古代の人々が地底世界へつながる扉だと信じていた土地です。そんな土地にセルンを建設するってちょっと意味深ですよね。さらにセルンの敷地内にはヒンドゥー教の神であるシバ神の像が建てられています。シバ神もアポリオン同様に破壊の神です。こういった破壊神とのつながりが多いことからセルンはこの宇宙を破壊するのが目的なんじゃないかとも都市伝説的に語られています。セルンでは宇宙の誕生を科学で解明するというある意味で神の存在を否定するための研究をしているのに神をシンボルとして掲げるというのもなんか違和感がありますよね。またセルンという名前コンセンユオーロペアンポーラルシェルシュヌクリエーラというフランス語の略だとされているんですが、本当はケルト神話における冥界の神ケルヌンノスなのではないかとも言われています。ケルヌンノスの見た目は角が特徴的で動物のヤギに似ています。そんな外見から連想されるのはキリスト教における悪魔バフォメット。バフォメットはヤギをモチーフにした悪魔で悪魔崇拝で崇められる存在でもあります。そしてセルンのロゴよく見ると数字の6が3つ重なっていますよね。キリスト教における666は悪魔的な意味合いのある数字でこちらも悪魔崇拝で用いられています。流出した悪魔儀式の動画に加え様々な宗教における破壊神や
や悪魔とのつながり、果たしてこれらは偶然の一致なのでしょうか、とまあ黒い噂がセルン内では語られてますが、あくまで都市伝説だということを理解しておいてください。最後にセルンと同じような施設を日本に建設する ILC 計画についても触れていきたいと思います。 ILC というのは日本語で国際リニアコライダーと言います。セルンでいう LHC のことですね。日本でもセルンのような世界有数の研究施設を作ろうというのが ILC 計画の概要になります。そして ILC を設置する場所として国内唯一の候補地になっているのが岩手県北上山地。北上山地は活断層が少なく地震の影響が少ないという理由で候補地に選ばれました。まだ建設は開始していませんが、2030年代頃の稼働が想定されています。しかし1兆円規模の開発になることや、セルンの解説でも話した実験の危険性や地震との相関性なども含め、地元住民や日本学術会議では開発に反対してるんですけど、押し切る形で開発の話が進んでいます。まあ建設時に確かに莫大な資金はかかりますが、 ILC ができることで様々な経済効果が期待できるんですよね。セルンを例に挙げると、世界中の科学者が家族を連れてセルン周辺に定住したことで、消費や観光といった地域活性化が成功しています。東北は過疎化が進んでいるので、 ILC 計画によって活気を取り戻すことができるかもしれません。またあまり話題にはなってませんが、 ILC 推進協議会では危険性がないことを理解してもらうために、ハローキティとコラボしたり、リニアコライダーっていうオリジナルキャラを作成したりと、いろいろとキャンペーンも行っています。こういったキャラクターを使ったキャンペーン、最近あった原発汚染水処理の安全 PR と似てるような気がしなくもないですよね。また先ほど日本学術会議が反対してるって言ったじゃないですか。日本学術会議の会長はニュートリノ振動現象の発見でノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章さんです。世界最高峰の研究所が日本にできるとなれば、本来大手を振って迎え入れそうなもんですけど、反対しているということは梶田さんはデメリットが大きいと感じているということです。物理学の権威が反対しているのに計画を推し進めるあたり、東京オリンピック同様いろんな利権が絡んでそうですよね。とまあ陰謀論っぽく話しましたけど、僕としては建設した方が面白そうだと思うので、早くできるのを期待してます。大規模な宇宙実験が日本で行われるというのにもロマンを感じるので、皆さんはどう思いますか？セルンや日本で行われる宇宙実験、これは人類にとって光の研究なのか、それとも闇の研究なのか、よかったら意見を聞かせてもらえると嬉しいです。以上がセルンと ILC 計画についての話でした。今回話した宇宙の起源については、以前挙げた神は存在するのかというテーマの動画でも触れてるので、よかったら見てみてください。セルンって観光地としても人気で、見学とかもさせてくれるんですよね。ツアーとかも組まれてたりするので、興味がある方は調べてみてください。日本にも ILC ができたら見学させてほしいですよね。その時はロケ動画でも撮ろうと思うので、2030年までチャンネルを継続させられるように頑張ります。こんな感じでこのチャンネルでは都市伝説、芸術、スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので、僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。ブログもやってるので、よかったら見てみてください。それではご視聴、ダッシュ。